皆さんこんにちは、ゆうじくんです。久々に社長にドッキリを仕掛けていきたいと思います。今回の内容に関してなんですけども、ワッタにもねご協力いただき、久々に解説動画を撮りたいなということで、社長にドッキリという形で仕掛けていった時に、果たして社長は気づくのかっていうところでね、検証をやっていきたいと思っております。でその内容なんですけども、僕と、ワッタと、社長のサーブあるじゃないですか。でみんなが持っているサーブって各々違うと思うんですよね。みんなが使っている順横系のサーブ、こちらをワンポイントで、まあ、どんな工夫をしているのか、どういう風に出しているのかっていうことをちょっと簡潔にまとめてご紹介をいただきたいなという動画に、しております。僕が出す順横の下回転を出します。でその時にワッタにレシーブをしてもらうんですけども、下を出しますって言って、僕が出しているのは実は横上回転で、ワッタにはわざとネットミスをしてもらいます。でその時サティオは見てて、え、今の本当に下っていう風になるのか。で僕が次に横上を出しますって言って、横上を出さずに横下を出して、ワッタがオーバーミスをする。果たしてその解説中にサティオは気づくのか、こちらドッキリ検証企画でやっていきたいと思いますので、皆さんよかったら最後まで見てください。ではやっていこう。みんなの順横サーブの方をこれからやっていきたいと思います。お願いします。まずは見せてもらいたいなと思います。はい、まずじゃあ下出すときは、ありがとうございます。じゃあ次は順横の下と上を見ていきたいと思います。はい、はい、違いっていう感じです。なるほど、はい、だそうでございます。じゃあ最後に僕が横下横をやってこの動画を終わりたいと思います。はい、じゃあ最後ですね、僕のサーブ、僕が最近よく使っている横下と横上のワンポイントでね解説をして終わりたいと思います。じゃあ最初横下から出していきたいと思います。はい、何にしようかなってすごいそんな悩みじゃない。いや悩むよ本当にどの横下にしようかなって出していったんですけども、ぜひおすすめになっておりますので、皆さんよかったら試してみてください。社長さん最後いいですか。はい、ということで、皆さんの順横のサーブ徹底解説みたいな感じで、ね、ワンポイントで解説ということでやらせてもらったんですけども、なんか気づくことなかったですか。あれ嘘だろ、3球しか見てなかったよ。うん、気づくのかな。佐藤さん一回やってみよう。今にいた一回やってみよう。いたもう一回解説する。まず横下回転、解説終わった時だけそこにしっかりいてさ、俺の時だけあっちが
や、でも一つ言ってくれていいですか。いや、これ確かにバッターが見当たる下出すってこんなん言ってんのって。おお。いや、バッターがそんなバッグって思いながら当たった。失敗。これ僕らじゃない？これ失敗したの？いや、でもこれです。でも、気づいてなかった。でも下を出してるところに見えますよ。マジで？実は本当に。いや、俺下っぽいなと思います。本当に言ってる。ただ、パッタがこうするから下っぽさ分かんねえなと思う。だってそうしないと、だって落ちないもん。うまいね。だってめちゃめちゃ出してるサーブもゴリゴリ上だったから。やっぱこれを落とすには、そう思えば、こうっていうのをやってもらって、俺は横押し出すねっつって横を出すの。はいはい。でもワッタは落としてもらった時に、先ほどそれ見てたら、うん、結構気づけるかっていう検証動画だったんですよ。はいはいはい。いや、でも触った。めっちゃ下には見えます。ただその下が触んねえ印線だっていう思っちゃっただけ。なるほどね。なるほどね。で、帰ったの。帰ったの。だって上しか見てないんだもん。逆に俺が横下出した時にさ、こうやって横下出した時にワッタがこうやってやる予定だったから、その時お前はおいとって。下を飛ばすって一番難しい。むずい。上を押さえるってまだ分かる。そこまで全部トータル見た時に、サテオが「え、本当に下すか上すか?」っていうのをちょっと期待してたんだけど。いや、でも僕多分ユージ君のサーブって本当に下が見えたり上が下に見えるから、何回も驚いたっていうその実体験があるせいで、何も思わないです逆に。あでもね、俺それちょっと気持ち分かる。分かるでしょ。だってなんか下出すよって言われても、なんかあの上に見えたりとかあるある。それは本当に、うん、だから深く考えずに見てたら別に下だろうなと思ってる。多分ね、俺とかがやるとそこまで分かりづらく出せないから、もっと分かりやすくなっちゃう。だと疑うっていうところまでいかない。疑うっていうところにならないのか。そう、いつもの上っぽい下じゃんって思っちゃう。あー、わかるわけど、横押し出しますねってこう出して、そう、それこれで見た時に俺ってなるよ。これはね、それは多分俺の技量なんだよ。これを1対1下っぽく見せるレシーブができる。これをもともと俺に対する先入観が込みで見てるから、はい、そういう発想にならんのか。ならないです。今解説してもらったサーブ、まあ僕も下と上はね、順番出すのは逆にしたんですけど、解説はガチです。みんなそれぞれ解説までしてくれたので、そこのサーブはちゃんと参考になる動画かなと思います。ただ先ほどにあのやるための検証のドッキリの企画っていうところでは失敗をしたっていう動画ですね。はい、ということでまたいつか先ほど騙していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さん気軽に無料で使えるみんなの思い出 .com、 TT 埼玉さん、松島選手所属の田坂卓球会館さん、そしてあの卓球王国でも使用されている写真代行販売サービスです。気になった方はぜひみんなの思い出で検索、もしくは自分へのご連絡お待ちしております。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価していただけるとゆうじくんがすごく喜びます。 Twitter やインスタもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。